ヨハンナ・シャルロッテ・フォン・アンハルト・デッサウは、ドイツのアンハルト・デッサウ家の高女で、ブランデンブルク・シュベート・ヘン・キョウフィリップ・ビル・ヘルムの妻。アンハルト・デッサウ公、ヨハン・ゲオルク・ニセイと、その妻で、オランダ総督、オラニエ公、フレデリック・ヘンドリックの娘である、ヘンリエッテ・カタリーナの間の末娘として生まれ、両親に大切に貸し付かれて育った。 1699年1月25日に、オラニエンバウムで、ブランデンブルク選定校、フリードリヒ3世の異母帝である、ブランデンブルクシュベート辺境博、フィリップ・ビルヘルムと結婚した。辺境博夫妻は、ベルリンに館を所有していたにもかかわらず、シュベートの所領で暮らした。1711年に若くして、夫と死別すると、ベルリンに移り、 子供たちの養育に専念した。1729年、ヨハンナは帝国修道院の一つで、ブランデンブルクプロイセンの保護下に置かれていた、ヘルフォルト女子修道院の修道院長に就任した。しかし最初の頃は、ブーフフォルツに暮らしており、ヘルフォルトに移ったのは1735年になってからであった。1750年に死去し、意外は、 ヘルフォルト修道院内の教会のドームに安置された。ありがとうございます。